ご視聴ありがとうございます。楽しいのボビューの原です。その後の常夜灯をやりたいと思います。この間、地金が合わなくて付けられなかったこのタイプなんですけれども、ちょっとかっこいいぞってことでリクエストもありまして、見たいなって、付くとこ見たいなって、ありまして、これを今回付けてみたいなと思います。なかなか SF 的な感じがします。近未来的な。でこれなんですけれども、実はですね、これこの間買ってきたんですけれども、その前に買ってきてまして、口金がこれが E の17っていうタイプなんですけれども、ちょっと大きいんですよ。その前に買ってきてうちについてたのがこっちです。同じタイプです。同じタイプで若干デザインが違うんですけれども、同じメーカーの矢沢ですね、矢沢っていうメーカーのものなんですけれども、これが口金がちっちゃくて、これを他の部屋でつけて使ってました。こんな感じです。これをまずですね、ちょっと自分の部屋につけてどんな感じになるかちょっと見てみたいと思います。こんな感じです。そしてですね、この口金が大きいタイプなんですけれども、これが部屋の上についてる照明につかないんで、これどこにつくかってちょっと自分で調べてみたんですけれども、これと変わります。この照明とつけてみます。これはこっちの方の照明につきました。分かっていただけますでしょうか。ここにつきました。かっこいい感じです。よいしょっと。うわ、明るいな。透明な部分と光ってる部分がちょっとよく分かって、これだ、あちちち、ものすごく熱いんですけど、これだと真っ白なんで中がどうなってるかって分かんないんですけれども、こっちだと今カメラでうまく捉えられてないかと思うんですけれども、若干わかりますか。透明な部分と中で光ってる部分が分かって、 SF チックっていうか、こんな感じですね。こんな風に光ります。こっちのが動画撮りやすいですね。撮りやすいですけれども、こっちの方、せっかくまだついてるんで、あるんで使って、切れるまで使っちゃいたいなと思ってます。月の光って感じですかね。これはこれでですね、ちょっと変えてみて思うんですけれども、やっぱ懐かしみっていうか、温かみが本当にある色だなって思います。ずっとこれに慣れてるせいかもしれないんですけれども、変えてみると、また夜の自分の家の中の感じが変わったりするんで、新鮮かなと思います。